何を用意してほしいんだ。少なくとも動かないことはないだろう。よし、こういうのはめったに見れないぞ。ナイス。おはろう版はせつです。見てくれてありがとう。今回はですね、タイタンの、リーコンナイターって読み方でいいのかな、リーコンナイターですね。はい。で、これをね、紹介していきます。このスキルがセンサー、ダメージを与えた敵がミニマップに表示されるってやつですね。と、狙撃手、有効射程が拡大、パーティクルアンプの効果にプラスとなっております。で、射程距離が 4プラスされていますね。下の方に書いてありますけど。で、これ実はですね、このスレイガイドですね、クリスマスのなんか期間限定にね、みんなに配布されたやつですけど、これと全くね、性能が一緒なんですね。センサーと狙撃手で。で、しかも、射程距離もね、変わらず一緒なんですよ。なんで、ね、この運営は同じスキルにしたのかね、ちょっとよくわかんないんですけど。まあね、これをね、今回は紹介していきます。はい、それではですね、こちらのリーコンナイターのセンサーのスキルの検証をしていきたいと思います。撃つと、こう、左上ですね、マップに表示されますね、赤点が。で、大体3秒ぐらいですね。1、2、3ぐらいですね。大体3秒ぐらいで、レーダー、赤点が消えますね。ちょっと、ね、2画面で見づらいと思いますが、ちょっとね、友達がいないので、このサイズでご了承くださいませ。大体3秒ぐらいですね。はい、それではですね、こちらのリーコンナイターの射程距離を測ってみたいと思います。今ですね、胸というかお腹あたりに狙いを定めております。これで何発キルできるかですね。あ、5発キルですね。この距離ですと。お腹、胸あたりですと5発キルですね。では次は足を狙っていきます。こちらも5発ですね。はい、そして次は頭を狙います。これは4発ですね。このだいぶ離れているロングショットでは、足とお腹、胸あたりですと5発キルで、頭ですと4発キルになります。では次にパーティクルアンプをつけた状態で検証していきます。まあ、同様にこれは5発キルでしたね。次は頭を狙います。同様に4発キルですね。普通のタイタンで体を打ってみます。5発ですね。では次に頭を狙います。4発でしたね。普通のタイタンにパーティクルアンプをつけた状態で体を打ちます。5発でしたね。では次に頭を打ちます。これは4発でしたね。はい、4発です。はい、ではいかがだったでしょうか。この銃ですね、普通のタイタンと、ま、比べますと、射程距離が、ま、一応変わってるんですけど、さほど差はないといった感じですね。ま、当然ですけど、パーティクルアンプをつけますとね、射程距離もね、伸びて、ほぼ無限射程みたいな感じになりますので、射程のゲージがマックスになるんですよね。ま、だから、まあ、つけていってもいいですし、つけていかなくてもいいって感じですね。パーティクルアンプに関しては。ただもう一つのスキルのセンサーですね。これは敵を撃つとレーダーにね、マップに表示されますので、これは魅力的かなと思います。それでは実際に使っていきましょう。今回のアタッチメントはこんな感じでございます。はい。ELO サイトにパーティクルアンプストックってな感じでございます。そんじゃあ行きましょう。頑張って。で、このステージ、新しいですね。フリーフォールじゃね、多分、マッチングしなかったんですけど、パッチが当たったのか知らないですけどね。なんか、遊べるようになってますね。今回初めてなんでね、右往左往しながらやっていくかと思います。リスポンもわかんねえな。どこだ？近いね。そっから来るね。一回倒す。で、多分、そこのね、遠距離で、オッケーオッケー、なんか知らんけど倒せたぞ。どう来る？近いな近いな。
いたいたいた。あー、ゴースト。いや、コールドブラッドってやつや。やるなぁ。はい、仕掛ける。あぶねー。来るかな？いるね。よし、倒す。もう一人来い。走ってこい、走ってこい。なんか投げてきたな。後ろから来てる？オッケー。もう一人来るか？来ない？おっと、危ない。どこだ？どっか撃たれた、俺。危ない。ちょっと逃げようかね。これは危ない。前にいるやつはいない。追っては来ないか？足音は聞こえる気がするけど。来ないね。向こうも諦めたかな。チーム戦とかでしかね、この部屋マッチング、ステージマッチングしなかったんですけど。フリホじゃねえ。どうなんだろう。マップの広さ的には中ぐらいな感じするけどね。ここでも、あれだよね。確か、モダン3かなんかで、あったステージだったよね。フリホでも、確かマッチングしてたから。あーもう、今のは反射神経、向こう、すごくうまかったね。いるんだけどな。あ、奥に行っちゃった。後ろから来るか。さっきのコールドブラッディがいるんじゃないか。後ろから来てる？いるね。近いな。そっち？オッケー。UAV が来てるね。落としたいな。でもランチャーがない。あ、そっち行っちゃった？痛い。普通に追いかけてきてる。危ねえ。くそ。レーザービーム使ってやがんな。すげえ。ここら辺に仕掛けとくか。痛い。どこ？オッケー。あ、あれは死体か。仕掛けとこうか。こっちに来るかな。ちょっと、カウンター、あ、まあ、大丈夫だね。狙ってるってことはいる。オッケーオッケー、ダブルキル成功。ハードラインだから UAV 溜まんのも早い。後ろから来てる。そっち行っちゃった？向こう行っちゃった感じだね。こっちに走ってくるんじゃないかな。あ、戦ってる。あ、くそ。さっきからこの人近距離強いな。サブマシンガンだからレート早いな。危ない。この中距離あたりは負けたくないね。このタイタンもね、だいぶ連射力が高いから上に行ったな、多分。あれ、下。で、こっち入ってくるかな。俺の。なんだ？あ、あれか、クローか。クロー持ちがいるね。よしよしよし、先打ちしとくね。上に行ったかな？上に行ってるね。いや、下にいるな。お、下、いるね。あらーん。くそー、普通に撃たれたな。おっと、どうなってんだ？そっちにいるか？あ、投げたな。これも投げて、ちょっとビビらせといて、多分狙うと思うんだよね。その隙に。あれ？いなかった。右の方にいるね。こっち来い。よし。左のやつは普通に入ってくるかな。あ、怖いな。あそこマイクロ、オッケーオッケー。俺のトリップ前に引っかかったな。ここに仕掛けとくかね。大体このマイクロタレットもどこら辺に仕掛けりゃいいのかね、よくわかんないんですよ。危ねえ。あ、そっちから来るか。どう来るかね。そっち、おっと、あ、もう、コールドブラッドだよね、多分。強いね。倒す。もう一人来る。はず。UAB 来たな、嫌だな。あ、後ろから来るな、これ。くそ。最初に、もう、分かってんのに倒せないんだよな。あー、もう邪魔するんじゃないよ。せっかく戦ってんのに。はい。ちょっと待て。どうなってんだ？右か？あ、左か。はい。OK。さあ、来い。次は負けんぞ。痛い。よし、よかった。くそ。難しいな。これ投げて、ちょっと待って。俺めちゃくちゃ死んでないか？大丈夫か？危ない。お、もう一人いる。あれ？倒されてるね。こっちに走ってくるか。
オッケーオッケー、いいね。てかもうね、ほんとパーティクル、違う、ね、パーソナルレーダーのね、性能が良すぎてマジでいいよね、このゲーム。あ、やべ。フリフォーム機なんだよな、この装備自体。近いな。よしよしよし。いやーん。トリップ前に全然引っかかんねえな。あれかな？ブラインドアイかな？違うか。なんだっけな。なんかそういうのあったね。エンジニアか。右だね。あんね。いや、コールドブラッド持ちが辛いな、これ。このパーソナルレーダー中の、ああ。俺からしたら。そう、まあ、後ろから来るんな、これ。ちょっとここら辺に。あ、もう邪魔するんじゃない。よし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 。あ、もうちょっと。倒して倒して。いやー、もう、体力ないっつの。いろいろ仕掛けてる暇ねえな、これ。上だな。危ねえ。オッケーオッケーオッケー。長弾で当たったな。あと1キル、やらせていただきますよ。なんか飛んでる音聞こえたぞ。うわ、そっちか。さ、さささ。コールドブラッディがいるよ、多分。そっち？うお、うわー、くそ、やられたか。あ、多分来るよ。オッケー、なんとか行きましたね。はい。おお、来てる。ということで、今回は、ディーコンナイターってやつですね。読み方合ってるのかわからないですけど、なんか偵察っていう意味なのかな？ディーコンだから。まあ、そんな感じですね。スレイガイドってやつとね、性能的には変わらないんですが、まあ、うん、迷彩が変えられないのでね、そっちの方は。こっちは迷彩変えれますので、まあ、迷彩を変えたいという方はこっちを使うって感じですかね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。あと、先ほど当てましたね、迷彩を使っておりました。なんかグラフィティってやつだったね。かっこよかったんでね。それじゃあ、また次回別の銃紹介していきますので、もしよろしければ見てください。他の銃もですね、動画説明文の方に再生リストを載せておりますので、他の銃の紹介もね、もしよければ見てください。それじゃあ、バイバーイ。